平野紫仕様、ソロで流報道の裏で、三宅健が明かした、飛べファミリー食事会の様子にファン驚き。元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が立ち上げ、続々と元ジャニーのタレントが合流している株式会社飛べ、以下飛べ。先日は飛べメンバーで初めて食事したことが明らかになり、SNS 上で大きな話題となった。 その縁について三宅健が詳細を語ったところ、平野仕様のファンらが衝撃を受けている。昨年秋にジャニーズを退社した滝沢氏は、今年3月に戸米の設立を発表。7月に元 V6 三宅が遺跡を発表して以降、元キングピンス以下。 キンプリの平野と神宮寺優太元ジャニーズ JR 内ユニットインパクト大勢のメンバー7人現在は、イムップとして活動、元 JR の大統領付きも同社の所属となった。8月20日、三宅は X、旧ツイッター、アカウントに、こんにちはとべ勢ぞろいで、初のご飯会、何着ていこうかな、原文ママ、いかどう、と投稿。 ファンからは、5日ご飯会の話を聞けるのを楽しみにしています。初のご飯会いいですね。またお話聞かせてください。と、期待の声が上がっていた。そして22日には、三宅が自身の YouTube チャンネルで生配信を実施。スタッフが、視聴者の皆さんが、すごく聞きたいあの話、言っちゃいますか飛べファミリーでのご飯会のお話を、 と促したことをきっかけに、三宅は当日の席順や参加者の様子などを明かした。平野氏用、小麦粉アレルギーだった三宅健が明かす。三宅によると、彼の両サイドに神宮寺と平野が座り、3人を囲むようにイムップメンバーがずらりと並んでいたそう。タレントとスタッフは別々の円卓に配置されており、お店では中華料理を食べたとか、 なお、イムップの佐藤真は平野に憧れて芸能界入りを果たしたことで知られており、三宅は平野くんの隣が真君だったの。そこはなんかさ、イチャイチャしてた、と報告。平野がなんか猫麦粉アレルギーがあるらしくて。だから、食べれないのとかを全部新田くんにあげてた、とも明かし、真君、かなりもうほら、憧れてる平野からもらうご飯だから。 食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて、結構お腹パンパンだったんじゃないかなと裏話を披露した。配信中はチャット欄で視聴者からのコメントをチェックしながら、小麦粉アレルギーって、でも結構いるみたいだね。嫌から、大変だと思うよ、と同情。そして、平野が、グルテンフリーキをつけてる、って言って、から、 食べに連れて行ってあげたい餃子と傘あるんだけどさ。川に小麦粉が使われている餃子もダメじゃん、と残念そうな様子も。三宅曰く平野は小麦粉系が入ってないやつを口にしていたとのことで僕はね、そば粉のアレルギー。平野もそうだって言ってた。確か、とも話していた。 一般的に、グルテンフリーとはグルテンを含む食品を避ける食生活を指します。アレルギー症状の出る人は、小麦粉を使ったパンは摂取せず、代わりにベーコナを使ったものを口にするケースも、一部の平夜ファンは、彼が美容や健康目的でグルテンフリーの生活を送っていると思っていたようで、チャット欄には、紫輝くん、小麦粉アレルギーなの 初耳だったなどと驚きの反応が上がっていましたジャニーズに詳しい記者。また、SNS 上でも、グルテンフリー生活しているって話は聞いたことがあったけど、ヒラノって小麦粉アレルギーだったの前にケーキとかパンとか食べていたような気がするけど。と困惑の声が噴出実際に食物アレルギーの症状が出てしまうのかどうか心配するファンが続出した。 平野紫耀と三宅健ソロデビュー間近かレコーディング済みの情報も一方で、その平野に関しては8月24日発売の女性セブン、小学館が気になる情報を伝えている。セブンはと米の食事会が行われた現場をキャッチ。三宅平野神宮寺が会場を後にする瞬間や周囲を警戒していたという滝沢氏の姿を激写しています。 また、記事内では芸能関係者が、滝沢さんの旗振りの下、平野さんはソロ曲が完成して、レコーディングも済んだようです。三宅さんもミュージックビデオの撮影が進んでいて、二人ともソロデビューが近い、などとコメントしていました。前でジャニーズに詳しい記者。8月18日には、イムップがデジタルシングル、クルージン、をリリースし、世界同時配信デビュー。 トベからのデビュー第1号となったが、次は平野と三宅のどちらが続くのか今月末でジャニーズ事務所から離れる北山博光や、9月末に退場後合流が確実視されている元金プリキシユタを含め、トベの動向に注目したい。